劇団に入団し、役者となり、やがて映画にも出て、主役の座を勝ち取りました。それはひとえに母親に楽をさせたい。できることなら、私と関わったすべての人たちを幸せにしたいという思いからでした。あなたは僕のお父さんなんですよ。あんたどちらさん？もう死んでも同然じゃないか。どげ、どこから来たのかもわからない。自分が誰なのかもわからない。一体何なのよ。勝手に行き倒れてレイって言ってるでしょ。ロブロさん、私に触るな。家族から見放され、一人海辺をさまよう。父さん、見放されたことすら分からなくなってる。俺はもうずっとあの人に惚れてた。あの人の芝居んな。これを見ろ。人生はあっという間だと知りました。私は私の思い出の中だけで生きていきたい。たった一人。海辺のリア。